違うわ、こっちや。間違った、こっち違うわ。お疲れ様でございます。今回先にちょっと開封してしまったんですよ。違う商品かなと思って。でもエアパッキンにくるまれてました。それだけはね、なんとかセーフやったんですけど、早速開封していきましょう。このエアパッキンがね、パチパチ、プチプチ聞こえてね、何喋ってるかはわからんと思うんですよ。しかし、これね、こういうチャンネルなんですよ。あえてね、このプチプチしてる音を収録していくスタイル。で、今回購入したのがこちらですね。なかなか出てこい。はい、こちらです。今回このエアパッキンを購入しました。で、エアパッキンのに付属してきたおまけの方なんですけどね、これです。見てください。 3.1A 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 合計 9.3A。 そういうことじゃないんですよ。これトータルで 3.1A なんですよ。あれ、そういうことじゃないんですか。満出力 3.1A DC5V 3.5A MAX ×4。 え、計算が合わんやん。計算が合わん。トータルで 3.5A。 そして入力が 110V から 240V 対応。 110V？ じゃあ 100V あかんのか。そんなことはないやろ。そしてね、これトラベルチャージャーで、型式が HCJ-430。 これが型式ですね。そしてこれね、めちゃくちゃ安かったんですよ。クイックチャージャー 3.0 3.0 1.0 と 2.0 知らないんですけど。あ、これなんかビニール剥がしましょうか。そしてここに貼っていく。意味がわからん。何やってるの。では早速これ使っていきましょうか。オレンジ、青、緑、赤。意味がわからん。なぜか色分けされてるな。このコンセントに挿していく。どうですか。そしてここになんか USB インターフェースの挿していきましょう。ここにすでにね、6ポートあるんで、これいらこれランプつく。コンセントに挿した時に LED がつくじゃないですか。ちょっとおしゃれ。しかし、こっち側はランプついてない。ここだけですか、ここだけ。それではここ繋いでいきましょうか。これこっち繋いでも大丈夫なんですかね。普通の USB。あ、ちょっと硬い。そして、ファンが回ってますよ。ファン回ってる。カチャカチャして遊ばない。関係ない。今これ関係ない。上の USB インターフェースの方でしたね。はい、3.1A っていうのがちょっとどれぐらいか分かんないですけどね、結構いろいろいけますね。あ、回らん。これあかんのか。壊れてる。そうです、これね、 DS の連射器です。ちょっと両面テープ取れたんですけど。これ懐かしい。このタミヤのこのキット。これね、動かせるように改造したんですよ。なんか止まったな。どういうことだ？あ、線切れた。なんてことや。まだハンダ付けしましょうか。サイズなんですけどね、結構ちっちゃいんですよ。このペットボトルのキャップに対して2個分ぐらいですか。結構コンパクトじゃないですか。あ、こちらがダイソーのワンポートのやつなんですけど、これと比較しましょうか。そうなんですよ。これと比較しても、これワンポートで、これ4ポートまでいけるんですよ。そして、あ、これ、ね、値段ですけど、ここの値段で購入することができます。送料込みでこの値段ですね。そしてやっぱコンパクト？ペットボトルのキャップ、何個分？長さ2個分？あ、めっちゃちっちゃいですよ。で、もっと言えばね、ここに、こうスイッチがついてたらもっと便利やったんかなと思います。そういうタイプは売ってませんでしたね。
しかしいいんじゃないですかこれ。そして安定のマデインチナ。マデインチナって書いてますね。CE マーク。本当に 3.5 アンペアまでね、出力されてるのかどうかって言われるとね、それは怪しいな。ちょっと怪しい。ちょっと測定するやつ持ってない。持ってないことはないんですけど、測れよっていう話ですよね。このチャンネル測らないです。そこまでしないですね。あ、そしてね、これ、ちゃんと日本のプラグ？これね、中国のプラグのやつも売ってますよ。あ、そんな買う人いらん、いいひん。このチャンネル見てる人、わざわざ中国のインターフェースのやつ買わへん。これがね、上海問屋で2000円ぐらいやったんですよ。それやったらもうこっち買った方が全然得ですよね。これ2つ、やっぱこっちですよね。ということでね、初のプレゼント企画じゃないですか。こちらね、動画概要欄の方からね、応募された方、1名様にね、この商品、差し上げません。差し上げません。各自ウィッシュで買ってください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。え、このコックリさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くね、どこ行くね。